お羊座の皆さん、こんにちは。夏希です。これからタロットリーディングのチャンネルをですね、やっていきたいと思うんですけれども、そのうちね、星の動きと合わせて、運気をお伝えできたらと思います。今ちょっと星の方は準備が整っていないので、ひとまずカードリーディングだけで運気をね、皆様にお伝えできたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではカードが出揃いましたので順番に見ていこうと思います。私は正位置と逆位置を、読みますので、ひとまずシャッフルをノーカットで入れているんですけれども、もしリーディングからね見たいという方がいらっしゃれば、タイムスタンプから好きなところに飛んでいただければと思います。はい、では4月後半のお羊座さんの運勢ですね。まず現状を見た後に、総合的なね全体運、仕事運、人間関係、恋愛の方を深掘っていきたいと思います。それではまず、現状ですね。なんかすごく希望に満ち溢れた感じがします。一旦ちょっと辛いようなこととか、少し自分の中でしがらみがあったこととかにキリがついた方がいらっしゃるかもしれないですね。もうちょっと辛い時期は終わりっていう感じで、もう乗り越えられた方がね多いのかなって思います。すごく今未来の展望を明るく見ている方がすごく多いような気がしますね。ちょっと気持ちがちゃんと切り替えられて、前をもうちょっとゆっくりでいいから歩いていこうっていう感じで、ポジティブにね切り替えられている方がすごく多いのかなって思いますね。まだもしかしたら歩き出せていない状況の人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もうすぐトンネルの先の光抜けられるなっていう感じの、ちょっと目処が立っているような状態なのかなと思います。
またね、きっとこれからのやりたいこととか新しい生活、自分の中に決めていたものをやっと踏み出せるような準備が整って、それもこう物理的なというよりかは少し精神的に、やっとここまで来れたなっていう感じがありますね。今までの自分よりも少し成長した自分で前を向けているような感じがしますね。牡羊座さんのいい勢いみたいなものが、このままちゃんと戻ってくればいいなって思います。やっぱりね、悩まれる方ももちろんいらっしゃると思いますが、他の星座さんにはない牡羊座さんだけのやっぱり勢いとか、ちょっとつ猛進さみたいな、すごくポジティブな意味ですけどね、あるので、それってやっぱり私は素晴らしいことだと思うんですね。なので、そのね、性質というか、もともと持った自分のもの、自分の素質みたいなものがね、ちゃんともう今戻ってきてそうな感じがするので、そのままこう、お寿司屋さんらしい姿に戻れるようになっていくといいなと思っています。はい、では、全体的な総合運見てみましょう。7月後半ですね。でもやっぱりいいですね。しがらみから取れて、こう新しく解放されていくような感じがします。またちょっとコツコツ始めてみようかなとか、まあ今完璧に、何事もできるわけじゃないけど、とりあえずやってみようみたいな感じがしますね。そういう気持ちに切り替えられて、まあね、今きっとこう帳簿を見ているところから少し行動に移せるようになってくると思います。できることから始めてみようとか、今使えるお金の範囲の中で準備を整えようかなとか、そんな感じがしますね。いいですね。こう歩みをやっぱりこうちょっとね、ゆっくり行こうかなっていう感じもあるので、まあ、今までの精神的なこととか体力的なことがね、まだこう完全に自分に取り戻せていないかもしれないので、その辺りをね、十分にこう回復しつつ、まあ今でもやれるところからやろうっていう、こういいですね。なんか牡羊座さんがこう自分のやりたいことを少しでもやりたいっていう、こう勢いがね、殺されてしまっても、自分はこういうふうには絶対行きたいんだっていう、そういうなんか強い意志、強いこう素質のね、現れみたいのを感じますね。いいですね。このね、まあ、準備とか、新しい気持ちを持っていく中で、このあと、まあ、その今の準備期間が牡羊座さんに何をもたらしてくれるのか、ちょっと聞いてみたいと思いますね。こうやっていく中で、それをもうちょっと極めていきたいなっていう気持ちに変わっていきそうですね。よりこう洗練されたものを作り上げられる気がしますし、そういった精神的なものかもしれないですけど、まあ、やっていくうちにこう自分のね、研ぎ澄まされていく感覚っていうのがより深くなっていくんだと思います。いいですね。例えばですけど、まあ、ちょっといつもね、雑にやりがちだな自分みたいなところが、少しずつできることからやることによって、やっぱりここもちょっとこだわりたいなとか、ここもちゃんとやりたいなっていうのが自分の中にこう見えてくる感じがするんですよね。それってやっぱり今までこう雑にやっちゃってたなっていうのの、まあ、成長じゃないですか。なので、そういうところで一歩ね、やっぱ変わった自分に進めるというか、少し今までと違った自分にまたステップアップできるんじゃないかなと思います。いいですね。ちょっとオラクルカードからも1枚もらってみたいと思います。パッションいいですね。牡羊座さんっぽい情熱いいですね。やっぱりこう何事も行動になるのは自分の心だったりしますし、心が表すのは行動だったりするので、その情熱をね、持ち続けてください。牡羊座さんなら絶対大丈夫です。
ね、多分今自分の中に燃えてる情熱っていうのはきっとね本当のことなんだろうなと思うので、まあね、気が済むまでというか納得のいくまでやりきれることを応援しています。はい、ではお仕事の方ね見てみたいと思います。また結構いいですね、洗練されたカードが出てきました。仕事も、まあ後で人間関係恋愛深掘ってはいきますけど、人とのコミュニケーションで少しこうね内省する時間があったりするのかもしれないです。でもそれってやっぱりなんかいい方向というか、いい仕事をする上でこういうことはやっぱり話しておきたいとか、こういう人とは絶対に打ち解けておきたいとか、それがとてもね言い争いとか、マウントの取り合いとかそういうことではなくって、よりこうやっぱり洗練された大人の付き合いっていう感じがするんですよね。あの人って空いてたけど実際にはこうどういうことを考えていたんだろうなっていう、相手の立場を思って考えていけるような時期になっていきそうです。すごく優しいエネルギーを感じるので、より良い関係がこの後築いていけるんじゃないかなっていうのが、もうなんか結果として分かるぐらいに、いい信頼関係を築いていけそうですね。そういった時間がきっとこの2週間ぐらいであるんだと思うんですけれども、やっぱりきっとそういう時ってお相手の方、まあその対相手、そういうふうに思いたい、信頼関係を築きたい、話しておきたい、コミュニケーションを取っておきたいなっていう方が、まあ、一人ではないかもしれないし、チームかもしれないですけど、きっと皆さんね、そう思い合ってるっていう感じがもうそもそも出てるっていうか、やっぱりコミュニケーションをうまく円滑に取っておいた方が仕事もスムーズになりますし、まあ、そういう機会がね無理やり強制的に与えられることもあるかもしれないです。ちょっと話し合いしようみたいな時間が設けられたりするかもしれないですけど、それはとてもねその人たちとか自分の本質を聞いてもらえる、はたまたその相手の本質の意見を聞くっていうすごいいい機会になると思うので、それによりまた仕事の面で成長していけそうですし、この後のお仕事もねスムーズにいくと思います。まだまだこれからもずっとつながっていけるような感じの、そんなこうディスカッションができそうな期間ですね。ちょっとオラクルカードに1枚もらってみますね。クリエイティビティいいですね、お仕事っぽいクリエイティビティです、いいですね。やっぱりその話し合いの中に自分の持ってるアイデアとか発想とか、ちょっと突拍子もないかもしれないけど、こういうアイデアどうかなみたいな感じのことも言ってしまっていいと思うんですよね。きっとみんなすごく受け入れてくれるような、もう心持ちでいてくれてる気がするので、もう何でもブレインストーミングっていうんですかね、意見を交わし合った方が逆にこう、その発想いいじゃんとか、じゃあそうしてみようかっていう、こうね、なんか思わぬ展開にも行く気がしますし、その羊座さんの持ってる、勢いあるこうイマジネーションっていうのがね、またこうちょっと評価されそうな気がするので、はい、ぜひそういう時間もしあれば、思いっきりね素直に向かい合っていただければ、すごくこの後もねより良いビジネスワークがその方たちとやっていけると思います。はい、では、恋愛人間関係見てみましょう。いいですね、やっぱりちょっと今現状で悩まれているのは人間関係とか、そういうことも多いんじゃないでしょうかね、恋愛人間関係の方、まあそれがねちょっと終わったなっていう感じが、辛い時間が少しも目処がつきそうだなっていう感じは今見受けられますけれども、やっぱりそれによってこう物事のバランスが取れていくって言われてるんですよね。それはこう相手と自分とのまあ、こだわり抜きたいところとか譲れないところのバランスかもしれないですし、お仕事とね恋愛の時間のバランスかもしれないですし、バランスが折り合いがつけれるようになってくるっていうんですかね、
でも生活がこの後ちょっと安定していくような感じがします。まだこう新しいこととか、次に進むステップっていうんですかね、は踏み切れないかもしれないんですけど、準備はね、こう精神的な準備が整っていくっていう感じがします。この後も別にね、そういうこう2人のステップを進めていくっていうのができないというわけではなくて、そのための準備が今整ってるっていう感じがしますね。お相手様もパートナー様いらっしゃらない方も、もしかしたら、ね、ちょっと辛い、意中の方もしいたかもしれない、それが叶わなかったかもしれないですけど、それに、その失恋の思いとか、少し今寂しい気持ちとか、うまくいかなかった気持ちがちょっと今落ち着いてきて、それこそお仕事だったり、その自分の精神面だったりっていうのが少し落ち着いてきたのかなと思うので、また新たに始める準備をね、ゆっくりでいいので整えていってあげると大丈夫です。もうあなたの素質はちゃんとあなたの中にあって、あと行動に移す気持ちとタイミングは無理することはないので、今のね時間をちょっとこう落ち着いた時間を自分の中で大事にしてあげて、少し自分を癒すようなね時間とかも取ってあげるといいかと思います。ご夫婦の方、カップルの方、そうですね、またその生活がね、お子さんとかいる方はすごくやっぱり生活がバタバタして大変だと思うんですけれども、一旦こうねちょっとトラブルみたいなこととかゴタゴタしたものが抜けた後、やっぱりそれがちょっと落ち着いて新たなねステップに踏んでいけそうな感じがしますね。少しやっぱり準備期間っていうんですかね、そんな感じがします。これからまた新しいことをね、多分何かステップアップのようなことが起きてくると思うんですけど、それが一体ちょっとどういうものなのか聞いてみたいと思いますね。いいですね。やっぱ新しい気持ちの始まりなんですよね。ご夫婦カップルの方はね、これから夏になりますし、ちょっと切り替えでどう遊んでいくかとか、あとは冬に向けてとか、例えば具体的なこの後同棲するとか、いつ頃結婚するのかとか、そういうものを決めていく機会が巡ってくるような気がしますし、ちょっとずつこうその少しのね、やっぱそういうのってこうお二人のモードが合わないとやっぱり話もできないと思うので、そういうことがちょっとずつできていくのかなって思います。お相手様パートナーさんいらっしゃらない方はやっぱりね、今のちょっと傷ついたような気持ちから、自分の中で、またちょっと頑張ってみようっていう気持ちが出てくるかもしれないですし、そういった風に思わせてくれるお相手に出会えるかもしれないですし、今やっぱりね、その小さなまた湧き上がるような気持ちを受け取れる準備をしていく期間だと思っていただけると良いかと思います。ちょっとオラクルカードにもメッセージをもらってみたいと思います。バランスいいですね。やっぱ何事もこうバランスは大事なので、しすぎるっていうのは良くないですし、依存しすぎるのも良くないですし、考えなさすぎるのも良くないので、やっぱそのバランスをね今整えていく時期なんだと思います。それによってね、またより良いこう小さな気持ちとか、これからのことを決める2人の関係性とかがパッと芽生えてくると思いますので、今はねそのバランス感覚大事にしてください。これね、同じカードですから、テンペランスっていうのもやっぱね、調和が取れているっていうことなので、同じですね。では、最後にこちらの今使ったオラクルカードとは別の、でカードデッキから1枚、7月後半のお羊座さんに、アドバイスをいただいてみたいと思います。ウィワイルド、お、いいですね。なんかこれ、
リワイルドですからね、もう一度ワイルドになっていくですね。こうちょっとまあね、今少し気分が沈んでいて、まだこう明るく歩み出せないっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけれども、これからの流れはね、少しずつですけれどもとても良くなっていますし、またこうワイルドさみたいなのをね取り戻すため の、 準備期間だと思ってください。すごく緑が生い茂っていて、またいい力強さみたいのがね戻ってくると思いますので、今のこの少し落ち着いたバランスを取るような少し静かな期間大事にしてあげるといいと思います。またこうねワイルドに明るく活発にね動いていける時が来ますので、はい、そんな心持ちで今ねちょっとエネルギーを溜め込む時期だと思って、安心して準備をねしていただけたら良いかと思います。はい、ではちょっと拙い解説で申し訳ないですけれども、初めてですがこれでおしずやさんの4月後半の運勢を終わりたいと思います。またこれから月に2回配信をしていきたいと思いますので、また楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、今回ご視聴いただきありがとうございました。応援してます。失礼します。